大体わかるだろうというふうに取りました。さあ第1戦プレーボールです。先発桑田、先頭バッターの土に第9号ストレート低め、初球打って右ファウル。わーライン切り、今年も秋山さん戦って辻が良かったですね。そうですね、やっぱり先頭バッターというのはすごく重要なポイントですからね。今年もライオンズではもちろん一番打っています。2球目打った、右中間へ、松井が追った、追った、まず先頭バッターを取りました。桑田オーダーじゃないかと思いますもんね。後半の、まあ、打線中心に考えたオーダーじゃないかと思いますけど、やはりあの点を取る打線でしょうね。そうでしょうね。ライトに入っている大塚、山本さん、足を早いですね。そして肩がいいと、あとムードメーカーとしてもいい働きしますね。ああそう、ツーナッシングと追い込んでいます。岩田、ブラタ外に構えて低め、おお、2球目ライトフライ、まずワンアウトを取りました。清原がいます。変化球当たり損ない、セカンド元木、一塁へ、難しい体勢からアウト。さあ3番の佐々木です。いろいろ因縁がありますが、秋山さん、今年はよく本当に働きましたね。どうしてされたっていう感じですね、今年は。とにかくあの初球打ちが多い選手ですね。思い切りがいいですね。だからこのシリーズである意味ではこの佐々木も鍵を握っていると言えますよね。やはりあのちょっとこう今までのセーブ。さあその佐々木を早くもまたツーラッシング追い込んでいます。小川として、かなり緊張感漂ってましたね。なるほど、相当の緊張があるんでしょうか。一方の先発渡辺久信、試合前はいつもとは違って言葉が多かったという渡辺であります。セカンドまた元木、前にダッシュして一塁はアウト。先発渡辺最初の2回に吸い付けまして、1回の表、このグラッデン大リーグを通算しますとこれで3回目の選手権ということになります。お前はツインズ時代には素晴らしい活躍をしました。グラッデン、この日本選手権に出られるのを非常に喜んでおりました。先発渡辺久信、選手を挙げました。その他いかがですか。もちろんあのクリーンアップという形でありますよね。それとまあ清原ともう一度続きなんですよね。はいはい、石毛に代わって出てるわけですよね。まあ、それだけその実績ありますね。あの大舞台強いっていうチャンスに強いですよね。江川さんどうです。僕は連点に終わりまして2回。